皆さんこんにちは、大樹です。今日はアドバンストトレーニングっていうのをやってるんですけどね、やっぱりコーチング面白いな、ね、でいろんなコーチングの可能性を今日も探求してましたけれども、そうそう、昨日ねFacebook に投稿したんですけれども、コーチがクライアントにできる最大の貢献は何だろうかっていうことをね書いてみたんですけど、何だと思います？何をしてあげるって変だよね。そもそもコーチは何かをしてあげる存在じゃないから。でだけど何が手伝えたらクライアントにとって一番いいのかなって思った時に、私はねクライアントがここに行きたいとかこれを実現したいっていうこの目標を作るっていうことをコーチがサポートできたら、それはクライアントにとっての最大の貢献なんじゃないかなと思って。もちろん大切な価値観に気がつく、セルフイメージに気がつくも大切だし、何かクライアントの中にある問題解決手伝うも大切なんですけど、なんかアドラー心理学をこうやって学んでると、アドラーが本当に言いたいことって結局やってみようぜと、でやってみなきゃ分かんないからやってみようぜとかね、でそれやりながらもっと自分にとっていいこと、もっと人にとっていいことってなんだろうってこう考えていくのがね、なんか我々成長させてくれるし、我々の人生をより意義あるものにしてくれる。考えてるだけじゃ分かんないからやってみようと、やってみながらより自分にとって他人にとっていいものってなんだろうと考えながら行動を変えていこうが、でそうしたら絶対に幸せになれるし成長できるしっていうのがなんかアドラーが言ってくれてるような気がして、でその時に目標があると本当に素晴らしいんですよね。じゃあ自分が本当に自分らしく生きていながら他の人と、もし幸せに生きてるとかね、他の人にも貢献できてる、協力できてるって何だろうと、でそれの具体的なイメージを持った上で行動を繰り返していく、でその中で、あそうか、なんか今未来に近づいてる気がするとかね、本当になりたい自分に近づいてる気がする、なんか目の前で起こってることだけ見ながら学んでいくというよりも、なんか本当に望んでることに向かってやりたいとも思えるし、やりながら失敗してもとかね、なんかうまくいかなくてもじゃあ他って思えるような何か未来の目標、そんなに遠いものじゃなくてもいいし、立派なものじゃなくてもいいけど、何か行動をかきたててくれて、そしてそこに向かって進めてるかどうかがね、なんか分かるような何か未来の像っていうのを持てることを手伝えたら、人間の潜在力がどんどん発揮されたりとか、で自分で学びながら幸せを作っていけるこの人間になっていくんじゃないかなというふうに思って、だからね、なんか目標設定っていうものを、大切にねしてみたらいいのかなと。そして、ね、だからね、皆さんにも何だろう、コーチであったらね、クライアントの役に立つ目標って何だろう、魅力的な目標って何だろうっていうことをもっともっと考えていただきたいし、それから、皆さんがコーチングに興味があるんだったらね、コーチと一緒に何か自分を駆り立ててくれる、そしてなんか自分がそこに向かえてるかどうかっていうことを日々ね考えながら前に進んでいけるような目標っていうのをね工夫して作れるといいんじゃないかなということです。今年はね、なんかそんな思いで、12月の8日にビデオの下にも載せておきますけれども、みんなで目標を作って何かね自分の人生を変えてくれるような目標を作るということに関するワークショップやろうと思ってます。今ね一番ハマってることで、今日もねどんなことを伝えようか何やろうかって考えてたんですけど、お越しになる方はぜひ一緒に体験してみましょう、ね。コーチングを使ってね、なんかこう我々が幸せになっていくと、クライアントさんと一緒にもますますそれがやれると思います。参考まで、それでは。